やっぱり仕事終わりはこいつに限るぜ。全身にシミはだるんだよな。ああ、大人の特権だね。今夜は朝まで飲んじまおうか。なあ、ラブ。おいおい、次元。そんなことしちゃラブがかわいそうだろうがよ。おじさん二人に朝まで付き合わされるなんて気の毒だぜ。何言ってやがんだ。嫌なことはねえだろ。ま、この女たらしが不快に感じるってんならわからなくもねえがね。バカ言っちゃいけねえよ、次元。おめえ、女にモテねえからってそんな嫌み言いやがって。ああ、かっこ悪いね、いい歳して。オイルパン、俺がいつも思ってたことを言っていいか？ああ、どうぞどうぞ。何でしょうか？本当はな、おめえよりも俺の方がハンサムなんじゃねえのかな？いや、そんなことはないんじゃないの？いや、あるね。悪いが、どうも最近じゃ、おめえより俺の方が人気があるって噂だぜ。バカ言え。一体誰がそんな情報を流しやがったんだ？宝だよ。なんだって？あいつとお前、いつからそんな連絡取り合う仲になったんだ？成り行きだ。あ、そうかそうか、成り行きか。そんじゃ仕方ねえな。なるわけねえだろうが、ヒゲ男爵さんよ。ルネサンスってバカ。誰がヒゲ男爵だ。たく、お前がつまんねえ冗談言うから、ラブが呆れ顔じゃねえか。悪いな、ラブ。せっかく集まったのにこんな空気にしちまってよ。どうも次元のやつ、もう酔っちまってるみてえだ。自分に。おうおうおう、聞き捨てにならねえな、お猿さんよ。また喧嘩売ってきやがって。だが、その手にはもう乗らねえよ。酒がまずくなっちまう。それに、これ以上、ラブを困らせるわけにはいかねえからな。そうだな。ほら、ラブ、次は何にしようか。